文後電気鉄道株式会社は、明治末期から大正にかけて、大分県に存在した、軌道事業者である、別府と大分を結ぶ、電気鉄道を経営した。前身の豊州電気鉄道株式会社は、1900年に、開業。同社が破綻したことから1906年に、文後電気鉄道が、鉄道事業と沿線での電気供給事業を引き継いだ。同社が存在したのは10年間で、 1916年に九州水力電気へと合併された。文後電気鉄道が経営していた軌道路線は1927年に別府大分電鉄へと移管され、さらに1945年の大分交通発足で同社の別台線となったが、1972年に廃止され、現存しない。一方電力会社としては、 九州電力送配電管内に存在した事業者の一つといえる。大分県の別府市と大分市を結ぶ電気鉄道を敷設する計画は最初に元大分県一等警部の平塚あが考案したとされる。平塚は話を愛媛県の実業家菊池港作りに持ち込み馬車鉄道の敷設を別個に計画していた大分軍の畑誠一郎らと共に共同で、 電気鉄道を布設することとなった。八百九十四年十一月、別府町あざ南町から大分町あざ堀川へ至る、軌道布設特許を取得。日清戦争のため会社設立は地帯するが、戦後の企業ブームで前進し、八百九十六年八月五日、豊か州電気鉄道株式会社の設立に至った。初代社長に、愛媛の実業家、菊池清二がつき、 専務に菊池孝作りが就任した。設立時の資本金は10万円。しかし設立後に旗が破産して資金不足となったため1898年2月に20万円へ増資している。また、社長の菊池清治と専務の菊池孝作りも相次いで辞任し、発起人の孝作りは大株主として電車開業を支える立場に回った。同年7月、 公認社長には、中山東太郎という人物が就任するが、翌1899年8月に他の役員と共に総辞職。9月に神崎岩蔵が第三代社長となった。会社設立から4年経った1900年5月10日、別府停留場から堀川停留場に至る全長6マイル56チェーンの電気鉄道が開業した。 1895年の京都電気、鉄道開業以来、日本で5番目、九州では最初の電気鉄道である。電源は別府町に設置した蒸気機関による火力発電所で、車両は電動客車4両、付随客車2両を動かしていた。別府、大分間の所要時間は約1時間。その後路線は大分町側で延伸され、 1901年11月29日に堀川から宮毛町停留場まで開業。翌1902年4月15日には南新地停留場まで延伸した。1902年5月からは貨車2両を導入し、旅客輸送に続いて貨物輸送も開始された。別府大分間に電気鉄道を付設した豊州電気鉄道であったが、開業当初は、 物珍しさで多数の乗客を集めたものの、開業ブームの終了後は短距離は人力車、長距離は乗り合い馬車の利用が一般的な時代であったため、馬車と所要時間で大差がないのに料金が割高な、鉄道の利用は振るわなかった。また電気に関する知識が普及しておらず、電気で走る電車は危険という誤解も客足が遠のく、一因となったという。 加えて1901年7月に電車同士の正面衝突事故を起こすなど運行そのものも不安定であった。1902年7月、神崎に代わって後藤北郎が第四代社長となるが、翌1903年8月には海自閉に変わった。鉄道が不振のため、豊か終電機鉄道では別府発電所に出力6 0ットの交流発電機1台を 増設し、1904年8月からウェップ町、浜脇町を供給区域として伝統供給事業を開始した。当時すでに大分県では、武田にて武田水田、西部の日田で田水田が、それぞれ1900年と1901年に開業し、前年にも北部の中津で火力発電により、京都伝統中津支社が開業しており、徐々に、 電気の利用が普及していた。こうした状況の中で、供給事業の経営を始めた、豊タ州電気鉄道では、1904年時点で323個に、電灯1273頭を供給したが、経営改善の効果は薄く、同年度の利益金は2000円余りにとどまった。そして翌1905年には、欠損を出すに至った。こうした、 経営不振により株主間の対立を招いて社内は混乱するようになる。そのような中、1903年3月に豊か修電機鉄道の役員を退いていた愛媛県の実業家佐々木長春を中心として債権者による会社の破産申請の訴訟が起こされた。当時豊か修電機鉄道は負債15万3000円余りの返済が困難になっていたという。 佐々木らの訴えは、大分地方裁判所により1904年末に認められ、豊か終電機鉄道は破産宣告を受けた。その後同社は、債権者に財産一切を譲として、負債を焼却するという破綻処理を取ることとなり、1906年1月30日の臨時株主総会で会社解散を決議した。神田発電所の移行1906年1月4日、 資本金16万円で文語電気鉄道株式会社設立された。初代社長には、豊か州電気鉄道の再建者、佐々木長春が就任。破綻した豊か州電気鉄道から事業一切を引き継ぎ、経営の再建に着手した。新体制となった文語電気鉄道では、積極経営を展開する。具体的には、鉄道事業では、 線路の修繕と車両の改修を実施する。供給事業では、大板町での電灯供給を開始する。そして、石炭価格高騰対策として、水力発電を試みる。という3点であった。鉄道事業では、この時期路線の延伸はなかったが、運転速度の向上に取り組み、乗り合い馬車よりも所要時間を短縮することに、成功する。合わせて、電気。 電車に関する知識の宣伝や、流す観音の沿線誘致と、運賃割引をセットにした、集客策などを展開し、利用客の増加につなげた。その結果、1907年10月には、電動客車3両と、電動貨車を1両増備し、輸送力を増強するまでになっている。1907年5月30日、文後電気鉄道は24日に発足したばかりの、 大分水田株式会社を合併し資本金を50万円とした。この大分水田は、大野川の鎮田の滝を利用して、水力発電所を建設する目的で、長野前後ローラにより発起された電力会社である。合併により、文後電気鉄道の社長には、大分水田の長野が就任し、前社長の佐々木は副社長となった。大分水田の合併により、 大野川水系の水利権を取得した分後、電気鉄道では、技術顧問に、芝浦製作所の岸慶次郎を招聘し、1908年に、神田発電所の建設に着手した。発電所は、翌1909年4月、出力5 0 0ットで完成。その発生電力は、大分町までの約4 4トルを2 2ルト送電線によって送られ、 大分町での電灯電力供給事業に充てられた他電気鉄道にも利用された。1910年4月に、チ田発電所の完成とともに、大分町で電灯電力供給を開始したのに続き、同年11月の発電所5 0 0ット増設によって、大分町の周辺や大野郡三重町などでも供給を開始。その後も、相次いで、 供給区域を拡大するとともに、1913年4月には、賃田発電所をさらに増設して、総出力を1 5 0 0ットとした。供給拡大の結果、電灯数は1910年に1万灯、1913年には2万灯を超え、電力供給も1000割域を超える水準となっている。1915年には、大分川水系にて、 出力1 6 0 0ットの高の発電所も運転を開始した。一方鉄道事業も順調で、1908年10月から1912年5月にかけて、軽給料の電車を蓄字新造し、輸送力の増強を続けた。経営面では、1907年11月に100万円へ増資したのに続き、1915年7月にも増資を行い、 資本金を200万円とした。収入面では、供給事業収入が著しく伸長しており、豊か州電気鉄道時代の1905年度には、総収入の2割に過ぎなかった、供給事業収入が、1913年度には7割近くとなっている。水力発電によるコスト削減と供給事業の拡大で、文後電気鉄道の経営状態は好転し、 1910年から年率12%の配当を行うまでになった。文後電気鉄道が供給事業を拡大していた頃、大分県内では大分水力電気という電力会社が設立され、県内の小事業者を次々と統合し、文後電気鉄道の供給区域を囲むように事業を展開していた。さらに1911年4月には東京の実業家や、 北水電の関係者らによって、大分県を流れる筑後川水系などにおける電源開発を目的に、九州水力電機が設立された。九州水力電機は1913年12月に女子畑発電所を完成させるとともに、豊富な発電力を背景に、積極的な事業統合を推進していく。大分県においても1915年3月に、 北水電から事業を譲り受けた。北水電の統合に続いて、九州水力電機は1915年9月、大分水力電機に役員を派遣し、経営権を掌握した。こうして、大分県において、九州水力電機の勢力が拡大したことから、九州水力電機、大分水力電機、文語電機鉄道の三者合併の機運が高まり、 1915年12月25日、九州水力電機は、大分水力電機、文語電機鉄道の合併を、株主総会で議決する。翌1916年3月28日に、合併が成立し、両社は解散した。合併に伴い社長の長野善五郎は、九州水力電機取締役へ転じた。文語電機鉄道は、別府町と大分市を結ぶ。 電気鉄道を運転していた。その区間は、別府停留場から大板橋停留場までの7マイル、8チェーンで、以下のような停留場が設置されていた。1900年の豊か電気鉄道開業時の車両は、電動客車4両、付随客車2両。文後電気鉄道移管後の1907年10月に、電動客車3両が増備され、 その後も1908年10月に3両、1909年2月に2両、1911年9月に3両、1912年5月に1両、と、増備が続いた。これらの車両は、木造の単車で、運転台に窓、扉がないオープンデッキ式車両であった。なお、高性能ボギー車が導入されるのは、別府を置いた電鉄時代以降のことである。客車以外にも、 貨物輸送用の貨車を保有しており、付随車の有害貨車と無害貨車を導入していた。1915年6月末時点における、文後電気鉄道の伝統、電力供給区域は以下の通り。各市町村での開業時期は、別府町が1904年8月、大分市が1909年4月、東大分村、日岡村、三佐村、桃園村、滝尾村、 やわた村、三重町、牧口村、東大の村が1911年9月で、その他は未開業。これらの地域において、文後電気鉄道は1915年11月末時点で、電灯22,146灯、電力362馬力を供給していた。文後電気鉄道が運転していた発電所は以下の通り、ありがとうございます。